協力しないのなら向こうへ行ってくれ。ああ、ギャップを稼ぎたい。やることなくてボケっとしてるなら手伝ってもらいたいのがある。助けになれると思う。もう少しキャップをくれればな。いずれにせよ何かくれてやるつもりだった。75キャップでどうだ。迷っている。もう少しくれれば決められるかも。シビアなやつだな。わかった、それなら100キャップだ。何をすればいい。ポンプの調子があまり良くないが電源は入るはずだ。連結部で漏れが発生してるのは間違いない。おかげで仕事に追われてる。直せるか。漏れ口は水中にある。気泡を探せば見つかるはずだ。方法があるはず。ああ、ほらな。すみません。それだ。任せたぞ。ポンプ端のスイッチを入れるんだ。くそ、いいから放っておけ。修理しなくちゃならない。今となっちゃそんなに大変じゃないだろう。協力してくれて助かる。出発の前にこれを持って行ってくれ。おい、何かしてやろうか。ニック、今ちょっとだけいいか。大丈夫かニック。普段はこういうことで悩んだりしないんだが、現時点ではあんたを信頼できると分かっている。覚えている限りでは記憶の一瞬がこっちに送られていた。行ったことのない場所や見たことのないものの記憶がある。ニックの記憶だ。悪いものじゃない。ただこれが自分だと思っているが、本当はそうじゃないと思い知らされる。自分は人ではないとね。俺はただの機械だ。人のふりをしているだけだ。どんな記憶？全てだ。昔の事件、昔の恋、人の身元を洗おうとして関係者全員200年前に死んでいると気づくこともある。誤解しないでくれ。ニックには音がある。
彼の記憶のおかげで生かされているんだが、ニックは大した警官だったよ。勘も鋭く誠実さも持ち合わせていた。脳をいじる実験に前科者とかが志願し、そのデータがこっちにロードされずに済んだのは運が良かったと常々思っている。ただ俺が人間として通用するのはニックのおかげだ。ダイヤモンドシティでうまくやっていけたのもそうだ。他の人造人間はその場で撃たれていた。うまくやっていたのは自分でも分かっている。でも人生すべてがニックのおかげなんだ。今の自分を作り上げているものすべて、判断力も話す内容も名前までもどうすることもできない。それがなかったら俺は空っぽだ。ただの器だ。俺は自分のものだと呼べるような人生が欲しい。求めているのはそれだけだ。あんたとニックを分ける方法はないのか。俺が考えなかったなどと思うなよ。人に頼んで脳の外科手術をしてもらおうと勇気を出すのに1ヶ月近くもかかった。それまでにも何度も考えた。でも俺はこうして生きていくんだろう。他人の名を名乗り、他人の人生を背負って。あんたはもう自分の人生を築いているじゃないか、ニック。事務所も作り、家も友人もあるんだし。まあそりゃそうだけどね。この点についてじっくり考えてみたいんだ。話を最後まで聞いてくれてありがとう。あんたは本当にいい友人だ。ありがとう。